昼時はしごカフェ。この番組は皆様の笑顔で明るい暮らしを応援する狛江ハウジング高崎財団高崎観光協会の提供でお送りします。5月17日木曜日、時刻はお昼12時を回りました。ここからは周波数 84.5MHz、 前橋市本町2丁目にあります前橋プラザ元気211、 1階の前橋シティ FM M-WAVE のスタジオから昼時はしごカフェお届けします。本日の担当は磯日彩香です。よろしくお願いします。さあ、昨日からもう前橋は30度を超えてますね。今日もね、でも今日はちょっと昨日と違う暑さですよね。なんか湿度が高いせいかジメっとした天気で、今日の方がちょっと過ごしにくいですかね。でもね、こういう時は結構熱中症とかなりやすいので、皆さん水分補給しっかりして午後も頑張ってくださいね。さあさあさあ、ですね、私ちょっとね、朝のおはよう前橋カラーでもお話ししたんですけど、来年公開予定とされるマクコっていうね映画があるんですよね。その映画がなんと四万温泉で撮影をされたそうです。中之条とかね、四万温泉とかでロケが行われたそうで、なんと元スマップの草なぎ剛さんが主演される映画ですね。草なぎさん群馬県にいらっしゃったんですね。なんかそう思うと、おー嬉しいななんて思いますね。この映画を機にたくさんの方がね、こう群馬県に足を運んでくれたら嬉しいななんて思いますね。今回は中之条の四万温泉あたりだったんですけど、まあ映画のロケ地といえば群馬県の中でもやはり我らが前橋ですよね。前橋はたくさんのこう映画のねロケ地になっていますよね。例えば2013年の9月に公開されました福山雅治さん主演のそして父になる、これ皆さん見たことありますか？6年間育ててきた子供が病院で取り違えられ、他人の子であったことから物語が始まる、そんなストーリーになっていますよね。このそして父になるもですね、実はロケ地が前橋だったんですよ。前橋の弁天通り商店街からちょっとだけ行ったところの住吉町の交番の近くにある歌屋書店、商店ですね。はい、そこがロケ地だったんですね。取り違えられた子供の実の親が営む電気店兼住居として登場されました。ねえ、なんか嬉しいですよね。そしてこのそして父になるは福山雅治さんと、あと小野真子さんも主演されていましたよね。で、小野真子さんが主演されているブルーハーツが聞こえるっていうね、映画もありましたね。こちらはですね、ロケ地は駅板です。前橋駅のすぐそばの駅板ですね。ここがロケ地となっていまして、主人公の優香さんが働く店舗として登場されていましたね。このザ・ブルーハーツの曲を映像化したものですよね。で、また、2008年7月に公開されました堤真一さん主演のですね、クライマーズハイ、昭和60年に起きた飛行機の事故を追う新聞記者の姿を描く、そういうストーリーになっていまして、主人公が勤める新聞社や怪我人が運び込まれる病院などが前橋が登場していますね。前橋弁天通り商店街に位置する豆前商店、こちらがロケ地だったみたいですよ。元はね呉服店だったんですが、4代目
め主人によりお祭りとかのね用品を扱うようになったお店ですね。豆前商店がロケ地だったり、そして最近では2016年ですね、2年前ぐらいかな、64ですよ皆さん。私これ64大好きだったんですよね。あのわずか7日間で幕を閉じた昭和64年に起きた県警史上最悪のあの誘拐事件のお話ですね。こちら前編では日本アカデミー賞優秀作品賞を受賞しましたね。この64、この64も前橋弁天通り商店街がロケ地だったんですね。こう見るとこの元気21の近くねでたくさんの撮影が行われているんだなっていうのを改めて感じますね。皆さんこのロケ地を訪れて映画のヒーロー、そしてヒロイン気分を味わってみてはいかがでしょうか。はい、今日はですね、私がこう前橋のロケ地をお話しさせていただきました。ありがとうございました。さあ、それではお昼のひととき、皆様のお耳のお供になれればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。メールの手先は 845@maibashi.fm です。それでは早速本日のメニューご紹介していきましょう。この後お天気、前橋市消防局管内の火災発生件数、救急出動件数の情報、前橋情報ナビ、12時15分頃から前橋昭和市、12時25分頃からゲストコーナーです。本日のゲストは前橋クラシックカーフェスティバルについて、伊香保おもちゃと人形自動車博物館館長の横田さんにお話を伺います。その後は12時50分から番組ガイドをお届けします。皆さん1時までの1時間どうぞお付き合いください。回ろうとしています。 M-WAVE ウェザーインフォメーションです。本日11時前橋地方気象台発表の天気予報です。まずは天気概要です。北部では17日夜遅くまで急な強い雨や雷雨に注意してください。本州付近は高気圧に覆われています。一方低気圧がオホーツク海にあって東へ進んでおり、前線が日本海へ伸びています。関東甲信地方はおおむね曇りとなっており、長野県や関東地方北部では雨や雷雨となっているところもあります。17日は前線が北海道を南下し、東北地方から日本海に停滞する見込みです。このため群馬県は曇り時々晴れで、北部では雨や雷雨のところがあるでしょう。なお群馬県では気温が高くなるため、熱中症など健康管理に注意してください。18日は日本海に低気圧が発生し、夜には沖縄県や秋田沖へ進む見込みです。このため群馬県は曇りで、昼過ぎから雨や雷雨となるところがあるでしょう。改めて南部の今日のお天気お伝えします。南東の風のち北西の風、曇り時々晴れるでしょう。続いて降水確率です。降水確率はこの後深夜0時まで 10% の予想、日中の最高気温は32度の予報です。続いて南部の明日の天気お伝えします。北西の風のち南東の風、曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。降水確率は朝0時から午後12時まで 10%、 以後午後6時まで 40%、 深夜0時まで 30% の予想です。朝の最低気温は20度、日中の最高気温は26度の予報です。以上 M-WAVE ウェザーインフォメーションでした。
続いて前橋市消防局管内における火災発生件数と救急出動件数についてのお知らせです。昨日の火災発生件数は0件で、今年1月から昨日までの合計は66件です。また昨日の救急出動件数は44件で、今年1月から昨日までの合計は6286件です。自然災害が起きた時どう行動すればよいか決めていますか？避難場所、家族との連絡方法、食べ物や飲み物の備えなど日頃から確認しておきましょう。以上、前橋市消防局管内における火災発生件数と救急出動件数についてのお知らせでした。前橋昭和市、この番組は人、空間、環境をバックアップ、OS 工業株式会社の協賛でお送りいたします。前橋昭和市お届けしました。今回からお話ししてくださいましたのは金松進さん、そして聞き手はおなじみの立川ひろみさんでした。あれなんですね、東京大空襲、前橋大空襲、2つを体験された金松さん。こういうね、貴重な経験をされた方ってなかなかいないので、今後金松さんのお話に私注目していきたいなって思います。前橋昭和市では後輩世代の私たちに前橋の戦中戦後のお話、また小さい頃のことなどをお話しくださる先輩を募集しています。皆さんのおじいちゃん、おばあちゃん、おじさん、おばさん、ご近所の方、お友達など、ラジオでお話ししてもいいよという方がいらっしゃいましたら、またご紹介くださる方がいらっしゃいましたら、ぜひ番組までご覧ください。ご連絡くださいね。お問い合わせはメールで845@maibashi.fm までお送りください。お待ちしております。さあ、それではここで一呼吸置きましょう。一曲お届けしたいと思います。もう昨日と今日が夏日ということで、夏の曲をセレクトしてみました。一曲目は AKB48 で真夏のサウンズグッド。は12時26分を回りました。ここからはゲストコーナーです。本日のゲストは伊香保おもちゃと人形自動車博物館の館長横田さんにお越しいただいています。横田さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。はい、今日はお越しくださいましてありがとうございます。お世話になります。今日はどのようなお知らせがありますか？はい、5月の20日に、はい、前橋クラシックカーフェスティバルというのを開催します。前橋クラシックカーフェスティバル、はい、前橋の商店街、はい、中央アーケード弁天通りにクラシックカーを並びまして、皆さんに見ていただくというイベントでございます。私も今目の前にお写真があるんですけど、はい、もうこの商店街のところにもうずらっと車がいろんな車がね並んでいますね。まあ、クラシックカーっておっしゃっていますが、クラシックカーってどんな車のことを言うんですか？そうですね、はい、1975年以前に作られた車を一般的にクラシックカーと呼んでます。なるほど。今から何年前ですか？40年ちょっと前ですかね。前ぐらいに、はい、
じゃあ今で言う、まあ、大体60歳70歳ぐらいの方が主に乗っていた。ああそうですね、もう世代の車、高度成長の日本が一番いい時代に作られた車だと思います。はい、こう写真見てもこのクラシックカーっていうんですかね、は今の車とやっぱ違いますね。ああそうですね、今の車はどの車を見てもみんな同じような車ですが、当時はやはり個性があった車が多かったですね。個性本当に強いなって思います。ああそうですね、はい、あの今の車って結構こう機能とか例えば中の広さとかを重視される方が多いと思うんですけど、この時代ってこうなんだろうな、見た目結構重視されていましたか。ああそうですね、やはりメーカーによっていろんな個性がありまして、あの速く走ればいいというメーカーとか、5人乗ったら非常に楽だとか、まあ、いろんなの違いがあって、まあ、当時の車は非常に面白いですね。面白いなって思いました。でこのクラシックカーが前橋の商店街にずらっと展示されているという。そうなんです、はい、あなるほど。で今回はアメ車がテーマとのことなのですが、はい、どんな方に見に来てほしいですか。そうですね、まあ、見に来ていただきたいのはもうおじいちゃんおばあちゃん、もう小さい子供さんに、まあ、見に来ていただきたいんですが、はい、特にあのアメ車の場合はボディのカラー、外のボディカラーが非常にカラフルなんで、そんなとこも楽しんでいただきたいと思います。そうですよね、あの横田さん、アメ車ってこれですか。いやそれはまた違うんですけどね、また違う、はいはい、あなるほど、はい、でもいろんなカラーがあって、はいね、見ているだけで楽しいですよね。あそうですね、こう小さいあのお子さんとかはあのきっと今まで見たことのないような車が並ぶと思うので。ああそうですね、ワクワクすると思いますし、はいはい、こうね年配の方は懐かしいななんて。ああそうですね、思いますよね。ああそうですね、特にあの今あの車離れというのか、若い人の車離れが非常に問題になってまして、あぜひこの日にクラシックカーを見ていただき好きになっていただきたいと思っています。そうですよね、うん、こう群馬県の方って、まあ、車王国って言われてるので、うんはい、車はまあ比較的乗るかもしれないんですけど、はい、このイベント県外の方に来ていただけたら嬉しいですよね。あそうですね、県外の方ってなかなかねこう車を例えば東京の方とかも乗る方少ないですからね。あそうですね、そういう東京の方とか都会ね、あのあんま車を利用しないところに来ていただきたいですよね。あそうですね、はい、でまた特別展示ということで、はいはい、ラリーモンテカルロヒストリック、はい、ヒストリック、はいはい、を完走した車、はい、フェアレディ240Z、はい、おーすごいなんか長い名前ですね、はいはい、も登場するとのことなのですが、はい、これどんなレースなのでしょうか。そうですね、あの車好きですともうモンテカルロラリーと言いましたらもう憧れのラリーなんですよ。それであのもう世界一過酷と言われているラリーで、まあ、6日間で3000キロぐらい山道を走るんです。6日間、はい、3000キロ高速道路ほとんど走らずに山道を走って、で1日目は20時間寝ずに走るんですよ、はい、寝ないで走るんです。で6日間あの走るわけですが、はい、まあ、非常にあのアルプスの頂上付近を走るのでもう雪道の中を走るわけですが、アルプスの頂上付近はもうガードレールがないんですよ。ガードレールがないんですか。だからもう落っこったら死んじゃうというのか、まあ、そこを競争するわけですね。早く走った人が勝ちという。勝ちという、はい、そうですね。なるほど、完走するだけではなくて早く走った人が勝ち。ああそうなんですね。それまでにいろんな危険もたくさんあるし。ああそうですね、ああもう精神的にも体力的にも。ああそうですね、大変ですね、はい、じゃあそれが完走した車が登場されるという。ああそうですね、はい、そうです、はい、はあ、貴重な。それが今前橋の中央アーケードに展示してありまして、はい、11月ぐらいまでずっと展示してありますので、はい、この日以外にも展示してあるということを皆さんにお知らせしたいなと思ってます。なるほど、長い期間、はい、展示されるということですね。はい、はい、でまた今回このイベントは車の展示以外にもステージイベントが楽しめるそうですが、はい、どのようなイベントがありますか。そうですね、11時から2時半までずっとアマチュアバンドプロの方、またキッズダンスなんかも、はい、踊っていただきまして、車好きじゃない方も楽しめると思います。いいですね。でその例えば
違う、例えばキッズダンサーを見に来た人とか、はい、そういうあのやってる子供お母さんとかがこういうクラシック歌を知らなかったけど、見て見てクラシック歌に興味を持つようになった、そうですね、はい、そういう人が増えると、あ、いいですね、いいですよね、はい、でまたこう参加者の皆様には前橋のいいところ、群馬のいいところを たっぷり味わっていただいて、 で、ね、はい、でまたこう逆にこう商店街の皆様とかにはあの群馬のいいところを参加者の皆さんにたっぷりアピールを、そうです、ね、していただけたら嬉しいですよね、はい、そうですね、前橋のファン、群馬のファンを増やしていきたいですね、はい、そうですね、はい、では横田さん、最後にリスナーの皆さんに何かメッセージありましたらお願いいたします。はい、この5月の20日の日は、前橋商店街、昭和40年代非常に肩をぶつけ合うほど、まあ、お客さんがいっぱいいたわけですが、その日はそんな再現になると思いますので、ぜひあの遊びに来てください。はい、ありがとうございました。第4回前橋クラシックカーフェスティバルは5月20日日曜日ですね、開催時間は10時から午後3時まで、会場は前橋市中央通り弁天通りアーケードで行われます。ぜひ皆さんお越しください。本日のゲストはイカホおもちゃと人形自動車博物館の館長横田さんにお越しいただきました。横田さん、ありがとうございました。どうもお世話になりました。それではここで一曲お届けしましょう。夏曲で、家入りリオで君がくれた夏。先ほどはですね、ゲストといたしまして、横田さんにお越しいただきました。前橋クラシックカーフェスティバルについてお話をいただきました。ラジオネーム星のお兄さんからメールをいただきました。車車車大好きな僕としては、20日のクラシックカーフェスティバル絶対に行きます。今年のテーマはアメリカの車ということで、とても楽しみです。興奮しすぎて今から眠れませんといただきました。星のお兄さん、いってらっしゃい。昼時はしごカフェでございます。17日木曜日、時刻は12時40分を回りました。周波数 84.5MHz、 前橋シティ FM のスタジオから昼時はしごカフェ生放送でお届けしています。本日の担当は磯日彩香です。よろしくお願いいたします。さあさあさあ、今日もね、皆さんからたくさんお便りいただいておりますので、お読みしたいと思います。ラジオネーム屋台餃子のしげさんからです。あーちゃん、皆さんこんにちは。しげちゃん、こんにちは。今日も気持ちのいい天気ですね。ずっと続いてほしいですね。ねえ、本当ですよね。こう天気がいいと気持ちも晴れますからね。うん、クラシックカーの展示懐かしい、素敵ですね。ぜひ中央商店街に行って参加したいと思います。20日が楽しみですとね。これもう館長の横田さんきっと喜んでると思いますよね。えしげちゃんもぜひ行ってみてください。あーちゃん、朝に昼に大活躍ですね。応援していますよとエールもいただきました。ありがとうございます。しげちゃん、いつも聞いてくれてありがとう。そしてラジオネーム田村フューチャリング加藤さんからもいただいています。昨日は仕事終わりにフットサルの練習に行ったのですが、蒸し暑くて汗だくになりました。いや、ほんとそうですよね。昨日フットサルなんかしたらもう暑くて暑くて大変ですよね。帰宅すると家には冷房がついており、子供が汗をかきながら寝ておりました。皆さん理解しているとは思いますが、水分補給は少しでもこまめに行いましょう。磯石さんも夏場はハードかもしれませんが頑張ってくださいとね、いただきましたね。水分補給しっかりねしていきましょうね。なんて言うんですかね、水分補給、隠れ脱水っていうのがありまして、隠れ脱水症っていうのがあります。皆さん、体がだるい、フラフラする、汗がベタベタする、頭が痛い、これどれか一つでも当てはまってたら
これは隠れ脱水症です。自分は平気かなと思っていても隠れ脱水症になってるかもしれませんので、皆さん気をつけましょうね。田村フューチャリング加藤さん、この後もフットサル頑張ってくださいね。さあ BGM も変わってきましたね。次のお手寄りいきたいと思います。ラジオネーム吉田さんからいただいています。あーちゃん、今日も朝の番組からお疲れ様です。お墓ではメッセージを読んでいただいてありがとうございました。ストレス解消法は自分が好きなこと、楽しいと思えることをするのが一番だと書きましたが、誰かの笑顔を見るのも自分にとってはストレス解消になります。今日も彩香さんの笑顔を見れてよかったです。今日も暑くなりますね。体調に気をつけて、昼時はしごカフェも元気にお届けしてくださいませといただきました。吉田さんの言う通り元気にお届けしていますよ。でもね、ちょっとスタジオ内が暑くてね、ということは皆さん外はもっと暑いですよね。大丈夫ですか？私ね、ストレス解消法たくさんあるんですけど、やはりお友達とご飯を食べに行っていろんな話をするのがいいんです。なんか女性あるあるなんですかね。なんか女性って意見を言い合える、それがストレス解消法にねなるなって、私は思いますね。共感してくれる女性の方いらっしゃいますかね。はい、吉田さんありがとうございました。さあそれでね、そしてラジオネームカルピスさんからもいただいています。暑いね、自分これでも暑いの苦手です、ということで謎かけをします。いや、どういうことだよってなりますけどね。枝豆とかけまして、しないと解きます。その心は、さやはいりません。あやちゃん、この後も頑張ってください。水分補給もしっかりね、といただきました。ありがとうございます、カルピスさん。さあさあさあ、そして、誰にしよっかな。ラジオネーム、さいたま市のグラサンマスコーチさんです。昨日読まれたメールで、昨日が初めてのはしごカフェ観覧と紹介していただきましたが、読まれた直後に他の観覧の方に以前にも見かけたことがあると指摘を受けました。嘘がバレちゃったとバレてしまいましたね。これ私も知っていたんですけど、あえて言わなかったのに自分から言ってきましたねぜひまたね、観覧遊びに来てください。さあね、まだまだお手寄りありますが、こちらは後半でお読みしたいと思います。皆さんお手寄りありがとうございました。それでは夏日ということで、あーちゃんセレクトの夏曲、次の曲はサザンオールスターズで真夏の果実。それではここで一通お便りを読みたいと思います。ラジオネームトゥーパンプスさんからいただきました。入院していた母が先ほど退院しました。これから自宅治療になりますが、私としては病院にいてくれた方が緊急時には安心です。当たり前ですが、母は住み慣れた我が家に帰ることができて嬉しそうです。自宅治療をする母のために、前橋市緊急告知ラジオをあーちゃんが生放送している Mwave に買いに来ました。あーちゃんのことを孫みたいに思っている母は、ラジオであーちゃんの元気な声を聞いて元気になってくれると思います。あーちゃん、午後も一緒に頑張りましょうとね、素敵なお便りいただきました。昨日ね、ちょっとお母さんが倒れてしまったんだよっていうね、お便りをいただいていましたが、無事に退院することができてよかったですね。そしてラジオを購入していただいたということで、お家でこのね Mwave のラジオを聞いていただけると思うと、私も嬉しいし、誰かの役に立つ、誰かのためになるんだなと思うと、私ももっともっと頑張らなければいけないなっていうのを感じます。これからも皆さんに元気を届けられるように頑張ります。皆さん、この後もぜひ聞いてくださいね。
昼時はしごカフェ。それではここで前橋シティ FM の本日これからお届けする番組をご紹介します。この後午後1時から J-WAVE グッドネイバーズ、3時から前橋創業センターからお届けするムーちゃんの前橋創業カフェラジオ、午後4時から防犯を自分ごとにをテーマに最新の防犯情報をお届けする防犯チャンネル845、4時30分からラジオ高崎と前橋シティ FM の共同制作番組エアープレイス、5時54分から前橋情報ステーション、6時20分から前橋市提供番組、夜7時から喜んでグッドタイムグッドスマイル、8時から朝の番組おはから木曜日の色っと、木村豊のゆるっとふわっと豊かな時間、10時からあなたのトライが前橋を変える子育て応援番組前橋トライエブリシングとなっています。ぜひこの後も M ウェーブをお耳のお供にお過ごしください。さあ、昼だけ七五カフェの時間が近づいてきました。明日の担当は小松美穂さんです。12時25分頃からアーツ前橋の方、そして12時40分から NPO 法人赤城自然塾の渡辺さんにお話を伺う予定となっています。皆さんぜひ明日も聞いてくださいね。そしてラジオネーム重心館ゼロスさんからもお花についてのお手寄りをいただいていますね。シャクヤクってあんまりメジャーじゃないお花なんだねとかね、あとラジオネームルルちゃんは、なんなんだ今日のジメッとした空気、梅雨が近いのですかね、朝仕事に行くので車に乗ろうとしたら雨で少し車が濡れていました、いつ降ったのかなといただきましたね。え、7月って言ってるけどまだ梅雨も来てないですからね。今年の季節はちょっと面白いですね。ねえ、でもこういうのもいろいろ楽しめたらななんて思います。ルルちゃん、お便りありがとうございました。さあ皆さん、本日も聞いてくださいましてありがとうございました。今日の午後も皆さん頑張ってくださいね。本日の昼時はしごカフェ、担当は磯日彩香あーちゃんでした。それでは皆さん、また明日、さようなら。